無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
おい、やめ。チッ、ええか。だよな。殿下の金城、ビビりすぎだっつう話。
君がいてくれてよかった。うわ、このデジモン弱っ。ロックじゃねえな、お遊びに。つーか、今日はなんだか悪い意味だぞ。伝わる？このバイエス。おんじゃ、さ君も早くに。周辺エリアのセキュリティは僕が解除してある。繋がったな。ほう、調査。我々の作戦は敵に包む。くれぐれもよ。敵も去るものだろう。まあいいさ、結果オーライというやつだな。さて、戦利。その資料の中にはナイルコープの件もしっかり記載されてる。そうそう、職人かたぎで。それが今では職を。どうした、京ちゃん。おお、ナイルコープには山科誠の他にも末道。はそういえばそんなやつ、人間嫌いで人前に姿を現さ。しかしこいつは何者な。私のスウェドの明けにはエデンネットワーク。エデンを。スウェドが主にエデンの仮想現実サービスの根幹をなすアバタ。しかし、なあ京ちゃん、この件一旦俺にある。ずっと心残りだ俺の。本職の刑事さんがそう言うのなら。すまんな。存分にどうぞ。うん。というわけだ。構わないかな。でも、君もごく。今回の調査は探偵家業の中でも刺激的な部類。一休みした。と言いたいところだが、休める。それこそ事件は待ってくれない。だから特進がいかないか。よろしいならば締め。しかし実験台とは失敬。ではこ、そうだな、まずはいくら。ちなみに私のあとおでんを添えて。さ、何がいい？ちくわか、はんぺんか、この際。さて、次にどう動くかだが、やはり、都内各地で起こるデジタルウェーブ以上、多発する怪事。上白の一件を又吉刑事に預けた今。おや、うへえ、うさんくせ。ようこそ、信頼と実績のクレム。ご依頼ですか。警視庁刑事部電脳犯罪。はっ、こっちの素性はお見通しって。まあこっちもあんたの、そっちのお前もついでに。個性的かつ意外性のある言動およびああ。しかし、うさんが臭いとは、そういう不可思議な周期が存在するのだろうか。それとも気になるの。おい、な。まあいいや、素性が割れてんなら。あんたら又吉さんの捜査手な。ああ、もちろん。しがない探偵として警察というわけだ。私の義務は君の義務、君の義務は君の。おっと、私はこれ、あ、
お前。ふーん、じゃ、対。噂くらい聞いたことある。秋葉原周辺で半分は捜索願いも出てねえし、まだでかい大の大人が理由もなくポン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 す、異常だよ異常だってのに。上の連中と来たら関連性はまだ認められねえだの、そもそも自分らが動く山じゃねえだの、私の勘が捜査しろっつってんだ、文句あっか星やてな感じで上にブチギレたら又吉さんで上、私はまた、まあそ、あの偏屈をや秘密兵だったら、あこう分かってんじゃねえか。今送ったデータは失踪者リスト、まあ事件にもなってね、都内の失踪者の中から関係ありそうなやつを私の勘で適当にピックアップ。ああやべえ、お前はリストにある失踪者に絶対なんか出てくる、刑事ドラマじゃ大体そんな感じ。ああこの件おっさんには内緒だからな。ちく、分かってるならどうだ。冗談はさておき、面倒な相手と、とにかく君が引き受けた仕事だ。私は又吉刑事の手前もあるのでね、表安心したまえ。無論サポートでは早速。なるほど、足を使った現場100点の心がけは。ところで調べたところ、遺産とは怪しい疑わしい、確かに探偵